苦しそうだね。ちょっと苦しそう。釜が動くもんね。すごい。あ、すごいすごいすごい。今日の新聞で4日目を表すと、今日で4日目、21日の朝に見つけたんで今日で4日目です。この子ね、すごく良くなってきてます。これね、表向いちゃうようになりました。すごくないですか。うんちも定期的にしてますね。粒は小さくてお腹痩せちゃってるんだけど、うんちもよくしてます。すごい。それから釜の動き、最初の状態と全然違う。自分の意思で動かしてます。後ろ足も完全に開いて動いてます。でね、これ起き上がろうとするんだよね。中足がなんかね、こっちの足がリハビリ不足かな。見た今の、もう攻撃してくるんだよ。足リハビリで持つでしょ。攻撃してきます。やめろって攻撃してきます。中足が動かないんで、こうリハビリも兼ねてこうやって伸ばしたりとか縮めたりとか。もうすごく元気です。後ろ足は結構思い通り動かしてますね。口も思い通り動かしてる。背中を持つと背中をかくような感じで、やめろやめろよっていう動きするんだけど、それもできます。最初の状態から比べてすごく良くなったでしょ、ね、ほら見えます。ほら、カンマも好きなように動かす。今こうやってパックでガードしてるんだけどさ、目を離すとこの中で起き上がってますね。熱中症になっちゃった子も徐々に動かせるようになって助かったんですけど、今までで一番ですね。これもう死ぬかと思ってたところが生き残りましたね。最初の状態じゃ考えられないでしょ。もう死ぬんだと思って完全に固く閉じてた釜、こんだけ使いこなしてるし、釜ペロもします。まあ動かせるようになって、あとは中足だね。中足の部分を徐々に動かせるようにしていきたいかな。まあもう左と右で可動範囲が違ってさ、左の方がやや回復が遅いかな。でもこれ徐々に良くなってくると思います。この子はすごい気持ちが強いと思います。浮かしてすぐで体力が残ってるっていうのもあるんだけど、すごく気持ちが強いと思います。人間のリハビリのそうだけど、絶対治してやるって思ってリハビリしてる方が回復が早いよね。そういうことだと思います。こんだけ動けるのよ。もうぶら下がっちゃうこともできますね。ほら、すごいすごいすごい。ほら、生まれたてのさ、馬とかヤギとかみたいね。必死で歩こう歩こうとしてます。食べるかな。食べるかな。昨日まで続いていた経線たやに固形物を飲み込み、足もどんどん使えるようになっている。浮かしたカマキリは普通弱っていく一方だから、こうして一つまた一つとできることが増えていく過程を見ると、不思議な感覚になると同時に、生物を知り尽くしたかのように語るのが愚かしく、小さな命を救おうと努力するからこそ、その命から教えられることも尊い。食べてる。食べてる。いやいやもする。食事として口動かしてるよね、これ。起きんな、おい。フレームアウトするな、お前。食事として食べてます。ちゃんと食事として食べてるよね。フレームアウト。昨日もね、こうやって一生懸命口動かしてて、そこにこうねじ込むようにして、ゆっくりと入れてったんだよね。少し試しにこう口にちょっとだけつけるでしょ。それが吸い込むかどうか見てると食べてますね。掴んだよこの。あ、すごいすごいすごい。起きた起きた、歩いてる。床ペロしてんのかな。あ、これ下に置いといてやるか。
ぞ。明日になったらもっと良くなってるから期待できる。足もどんどん使えるようになってきて、一人で起き上がろうとする姿を見て、生命力の強さを感じる一方、果たして、病気の原因は取り除けたのか、という疑念もまだ残っている。今口に押し込もうとしてたら偶然手に持ったんだよね。そしたらもう持って食べてますね。すごい。たまたま手についちゃったのかなと思って。そうじゃなかった。自分で持ったんだ。硬直した足や鎌が動かせるようになるのか、そして元のように使いこなせるのか、リハビリをしながら引き続き様子を見ていく必要がある。ね、もう明日中足のリハビリな。回復に向かってます。